美味しい。さっきメール送ったんだけどさ、夕方もう4時16時ぐらいにご飯食べ終わっちゃって、いや普通にお腹空いちゃってさっきイチゴ買っといてよかった。うん、イチゴ大きい。今日ね、私がいつも行ってるスーパー、イチゴいつもよりなんか今日はサービスだーって言って100円も安くしてくれてて、だから2つ、まあ1人2つまでだったんだけど、2パック買ってしまったよね。買っちゃうよね。うん、めっちゃ美味しい。うん、本当に美味しい。いやー今日はね、いいね、もうね。なんだっけ、忘れちゃった。産地でしょ、どっかの。ちょっとごめん、見るの忘れちゃった。アマオじゃない、アマオはね値下げしてなかったの。品種？え、わからぬ。なんか九州だった気がするな。うん、うん、分かんないや。形でわかるのすごいね。あの形はアマオじゃないって。あ、それかも。豊の花、豊の花、なんかそんな感じの名前だった気がする。うん、かわいいね。すごーい。なんかタチツテとの何かが入ってた気がする。いちごってさ、食べてるときさ、罪悪感がないのがいいよね。むしろ食べてなんか健康になってる感じがする。うん、このねシーズンが本当にいいね。いちご合う。なんかケーキ屋さん行ってもいちごのケーキいっぱいあってテンション上がる。今日もだからね、夜ご飯食べ終わった後行っちゃうかなと思ったんだけど、でもすごい行列だったから諦めた。まあ逆にね、行列になってくれててありがとうだったね。食べ過ぎちゃうところだった。やっぱ冬だよね、冬最高。キュロフェボンじゃない、ハーブスね。どうしてあなたはいつもさ、私に頭叩かれたって聞くの？なんでいつも聞くの？叩かれてないよ。なんでいつも気になっちゃうの？叩かれてないよ。私も気になってた。なんでいつも気になっちゃうのかなって。心配なのか。優しい。安心して、叩かれてないよ。うんうん。あー、キングスライムちゃんいるよ。紹介したくて。かわいい。かわいい。私の寵愛を受けているキングスライムちゃん。かわいいの。これ絶対なんか布じゃないの。誰かが言ってた、なんかゴムみたいなの入ってるんじゃないって。多分本当にそうだと思う。そしても指先がね、いちごのあれついてるからだけど。
っちゃ可愛い。本当もう何この反発してくる感じ、めっちゃ可愛いの。あんま似ないんだよな。どうしたら似るんだろうこの感じ。さっき結構似てたんだよね。こうかな。あんま似ないね。さっきすごい似てたのに。あのね、黒目が結構大きいからね、このこれが結構開かないとできないんだよね。なんかあんまり上手にできない。あんま可愛くないね。かわいい。失敗に終わりました。さっきの方が上手にいったの。あ、でっかいのもいる。キングじゃないけど、ファンの人がくれた。これはずっといるよ、うちに。あ、でも結構前にもらったメタルスライムちゃんは実家送りにやってしまったんですけれど、この間実家帰った時に誰にも使われてない寝室でホコリかぶっちゃってた。かわいそうに。でも大丈夫、メタルの色とホコリの色はそんなに変わりないから。ナイスフォロー。うん、溶け込んでた。大丈夫大丈夫、私が保証する。うん、いつも大きい。なんか不揃いで大きいのも入っててちっちゃいのもっていうのと、全部ある程度形とか大きさが揃ったものがちっちゃめなんだけど、それがたくさん入ってるみたいな図を違う種類をね買ってきた。2パック。うん、そんなバリバリじゃないよ、程よい。私のうちの見学ツアー、あ、実家？特殊なんだよね。なんか今2軒ある。2軒あるって言って2軒買ってるみたいになっちゃうけど、そうじゃなくて、まあそうなんだけど。いや、祖父祖母が使ってたみたいなお家の方にもこうね使ってるよという。別荘とかじゃないですよ。うん、片方がなんかすごいリフォーム、私がこっち来てる間に、知らない間にリフォームとかされてて、とてももっと住みやすくなって、みんなそっちに行っちゃって。そうだからメタルスライムさんがお世話されなくなってしまってました。違って大きいの2つ残ってる。ちょっと待って、本当に美味しい。私もポテトとかポテトチップスも大好きだけど、でもそっち食べるよりね。
練乳つけないもん。で、練乳つけるのあんま好きじゃないな。はぐれみたい、あ、メタ、ん？メタル？スライムじゃないんだ。はぐれメタルって言うんだ。あんまゲームはね、あんまやったことないからわかんないんだよね。お正月にポテチで太っちゃったの？いっぱい食べちゃったんだ。いやでも美味しいよね。何が好き？私は、あー選べない。いやでもやっぱ一番はのり塩じゃない？のり塩で、2番目がコンソメかな。片揚げのあの塩、ん？黒？塩コショウも好きだよ。わかるよ、美味しいよね。何を食べ過ぎちゃったの？あ、ブラックペッパーか。幸せバター、あー食べたことないな。蜂蜜自体は好きだけど、私はなんかピザとかしょっぱいものに蜂蜜合わせるのはあんまり好きじゃないかも。すごい美味しい組み合わせにまだ出会ったことがないだけかもしれないけど、だからもし番組とかロケとかでそういうの食べられる機会があったら試してみたい。ポテトチップスのチョコがけあげて、違う、それはね美味しいやつに出会ってない。え、ロイズのとか食べてみてほしい。それは食べたことあるかな。ロイズのやつすっごく美味しいんだ。それは食べたことあるかな。ロイズのやつすっごく美味しいんだよ。それを食べてからちょっと判断してほしいね。ロイズやばいよ、もう止まらなくなっちゃう。こぼれる。え、これどれだっけな。コメント見えないから分かんないな。まあいいや、食べよう。そのうち戻るでしょう。何にも見えない。でももう一回切った方がいいかな。これ戻らないんだけど。あ、戻った。
践感想食べ終わった。歯の間にいちごの粒が金が見えてた？ならよかった。なんか話さないといけないことがあった気がする。まあでも明日のはね、もうね、みんな買ってるからね、県ね。オンラインは本当に AKB のじゃ明日明後日で完全終了だね。よろしくお願いします。あ、15日に、でも多分もうみんな多分もしかしたら券買ってくださってるとかもしれないけど、いやでもちょっと平日のねお昼だからまあ厳しいとは思うんですけれども、あの以前舞台でお世話になった劇団四季卸さん、まあ、そことはまたそこなんだけどちょっと違うと言いますか、演出されてたあの丸尾さんという方がいらっしゃって、その方がまた演出をされてる作品があって、そこにあのゲストとして呼んでいただきまして、水山犬っていう作品なんだけど、佐穂さんとか太田奈緒ちゃんとメグさんとか、そう AKB メンバーも真面目にやってた頃かな、の頃にやってて、それがあの木崎ゆりやさんが今回出られてて、そう15日のお昼の会に私は山犬しませんけど私はあのその後のアフタートークの部分で召喚されたのでボスにそこでユリアさんとあんまり喋ったことないですけれども、あの3人でよ、なんか不思議な3人でお話します何話すんだろう。あ、そうね、卒業ね、卒業のことにって感じのトークテーマでして、なんでこの間あの横がで横山由依、あの同期の方の横が出てた水じゃない方の山犬は見させてもらってて、それの女性バージョンで見てきた。あんまあのおーっていうのが得意でない方はあんまりあれかもしれないわかんない、女性版になってどういう感じになったのかわかんないけど、まあでもね、出演されてる方が全く違うから違う演出だと思うけど、とそのあの見出させていただきますので何とぞというよろしくお願いしますっていう。どんな作風なの？これどうやって説明したらいいんだろう。なんか監禁されてるって感じですね。監禁されてる中でああだこうだっていう話だから演じてる人はすごい大変だろうなっていうあんま日常生活ではあんまりあの体験しない感じのああだこうだしてましたよ、この間見た時。でもオープニングからかっこよかった。やっぱ横とかあのやっぱアーティスティックっていうかダンスとかそういう分野においてとても活躍されてる方、歌もそうだし、もうベレッタだったからね。いやかっこよかった、衣装もよかったし、よく脱いでた
作中ってえ脱いだっていう感じ脱いでたおーっていう。それでああだこうだではなく、あの着替えをされてたという感じの。でも私結構でもうわっていうのあるかも。前田さんが出てた舞台見に行った時も前田さんが作中生着替えしてた。え、私の記憶が正しければって、おおってなった。チャンリンは今後出る作品であんまりあの着替えを見せられる作品ないかもしれない。お着替えチャンスないですね、残念残念。あー泣いちゃった。うん、泣かないで諦めないの？いい心意気だ。やばい、明日何着よう。やばい、何着よう全く考えていなかった。クローゼット見てみます NEXT ね、これねずっとね気に入ってねつけてるよ。ピクミン、ちょっと無理、ダメそれダメ、お家で楽しむやつだから。ピクミンちゃんはセレモニー、そう卒業セレモニーはでもまだね全然曲とかも全くもうそろそろ言わなきゃなんだけど考え中。もう10月とかにはもうお話というか提案はいただいてて、お話をどうでちょっとこんな感じかなっていうお話はスタッフさんから聞いてて配信はちょっとごめんね、私たちがなんかどうこうできる問題じゃないか、ちょっとそこは分かんないから申し訳ないんだけど。全然前もって最近急に決まった話とかじゃなくて、本当はね年内に去年のうちに発表できたらって感じだったんだけど、まあなんか作戦があるんじゃないでしょうかそうずっともう話は聞いてたの。やる、いやだからね、まあギリねチームメイトのところから来てたっていう人だったらまだギリ許してくれるかもしれないけど、なんかそんなにね別にいいって感じの人もこういう大きい会場で やらせてもらうってなるとね、そこがなんかすみませんっていう感じね
いやでもこんな大きいね、わかんない今ね、みんながどれぐらい来てくれるかっていうのはまだちょっとわからないけど、大きい会場でセレモニーって形をこの状況の中でやらせてもらうっていうのも本当に幸せなことなので感謝です。本当にまあその卒業の発表するっていうそれ周りでお話ししてた時は、卒業発表する前ね、まあこのコンサートがあるっていうのは私はお話に聞いてて、ピアリーになるよっていうのは、そう、でもそれには出演、まあ4月に私は卒業だったから、このコンサートもともと本来は出演する予定がなかったんだけど、あの他のメンバーがどうしてるのか全くわからないし、 それはあの本当に私わかんないからちょっとあれなんだけど、でも個人的にはあのそこでまあいろいろね、あのいろんなその後に続くお仕事のあの叶いといいますか、ね、そういうのを見て、3月はもともともそう出演はなかったんだけれども、ただそうなってくるとあの発表のやつでね、名前で出るじゃない誰だ、あの岡部凛は出演しませんっていう表記はされて、その券売でねみんなを騙すような形になってしまうじゃない、後からやっぱりっていうのもわけないし、そうやっぱり券売の時点でこのメンバー出演するっていうのはあのちゃんとこう表記しなきゃっていうところもあったので、なんかこれでちょっと名前出るの、いやそういうそうじゃない人ももちろんいるんだけど、本当にねスケジュールが他のお仕事たまたまそちらが先に決まっててっていうパターンもあるし、もちろんでも今の私のこの感じだとファンの人、私が発表する前にこう名前が出て、もしかしたらそれでもしかしてりんちゃん卒業ってなったら、ちょっと1年前から私は決めてるし、それで発表になっちゃうのはちょっとだけ悔しいなと思ったりしたりして、そうみたいなねみたいなね、そうそう、これは私の話ね、これは岡部凛だけの話で、あのメンバーも全然分からなかった、まあ、結果そうなっているのか、なっちゃっているのか、そう、おお、なるほどねそうなの、私このひーちゃんの卒コンもあったりとか、いろいろ各メンバーの卒業コンやったりで春と思ってたけど、そう自分が発表する前にそのピアリーナっていう大きいコンサートが、 AKB 全体のコンサートがまあ言ったら3月末になったっていうのもあって、そうだから多分一部、本当に一部私のファンの人はもやっているかもしれないかもしれないんだけど、で私的にはあのとてもいい素敵な形でこうね最後を迎えられるじゃんっていうとても幸せな気持ちなので、あのもやってたらごめんねという本当？大丈夫？もし可能であればあの8でその私たちの始まりイコールも8の始まりイコール私たちのデビューになっちゃってるから、まあそれはなんかその日に何かお祭りじゃないけどそんな大きくなくていいからねっていうちょっとしたもの何かあったら私はそこで
あのバイバイってできたら私はそれでいい、幸せだなと思ってるんだけど、でも分かんない本当に。ちょっとその今本当このグループの全体として今一番大きく向かってるところが、私とアリ以外にもやっぱりさ、おのおのの卒業公演コンサートだったり、まあ、ピアももちろんそうだし、劇場の新しい公演が始まる、新曲もこれから出すっていうグループ全体がこう大きく違う、私とはまた違うねベクトルでこう未来に向かってグループ全体が向かってるところだからね、なんかそこをこう足つかんでじゃないけどさちょっと付き合ってよってやるわけにもいかないし、でも今ベストなあの旅立ちの仕方をできるんじゃないかなと思ってるから、卒業公演に関してはその公演ねに関しては私は特別公演という今のところはという方向でですかね。あれさ、その夜の部のさ、私たちなら全く関係ないと思うけどさ、涙はいつの日かってさどういう意味だろう。涙流すの今じゃないよっていう意味。じゃあ、 私のあのこの考える力がない、あのただのあのあアホのあのどういう意味だろうっていう。そうサブタイトル、えみんななんかそういう考察、あもうそっか、そりゃそうだよね、こちら側からだってやってることだもんね。みんなはどういうふうに考察した？え、そうだよねきっと。涙はいつの日か、もう普通に考えたら今じゃない、あ、分かんないやどういう意味なんだろう。じゃあこれ皮肉を言ってるわけじゃなくて普通にあの素朴な疑問というか、本当に純粋な気持ちでどういうことかなって思ったの。まあ、聞く人違うか、考えた人に聞いてた話だよね、ごめんそうだね、みんなが考えたわけじゃないもんね。え、みんなハテナなの？あー確かに新曲にかかってる可能性がある。確かに私本当に新曲前のことゆいゆいにジャケ写見せてもらったぐらい以外何も知らないから、もう今流すのやめようってこと。まあそうだよね、普通に考えたらそうだよね。吹き出しちゃった感じ、歌詞とか。そうなのかな。いやでもこれだいぶ前に決まってるはずだからどうなんだろう、もう歌詞を書き終わってるのかな、気になるね。ジャケ写どの、いやもうね、もし私がこのシングル参加していたら一番好き、もう大好き。いやすっごく良かった。分かんない、男の子はどうか分からないけど、いやでも嫌いな人いないはず。すんばらしかった、私はとっても好きだった。
女の子も特に特に特にも憧れの世界観なんじゃないかな。私はその感じで撮影してもらったことはない。ももちゃんとお題と一緒に見てさ、本当にもううってなったもん。良すぎて、みんな良すぎてこーなっちゃった。もうもうハードル上げちゃう上げちゃう。それに応えられるくらい本当に私が見たやつはすごく良かった。どれが本番あれになるのか分かんないけど、どれが選出されるか分かんないけど、シュ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 って見たやつもめちゃめちゃ良かった。本当にもう指をくわえていいなってなっちゃうくらい良かった。曲ね、どうなんだろうね、全く知らない。どうだろうね、楽しみだね。でも私踊ることないんだろうな、きっと。どうだろう、踊るのかな。踊らないような気がする。いやそうなの、そう、いや私もだから悔しいぐらい本当に、ってめちゃいいじゃんっていう。私最後ラガーシャツでこうやってみんなで帰ってくるんで、下向いてニカって終わってジャケシャ。そう、しかも全然その顔あんまり映りよくないな私。もうこれネタにしてるもん楽屋で。いやそれがね、なんか可愛い笑顔だったらよかったんだけど、もう本当にミカみたいな。そう、結構反対側にいたから余計ちょっと歪んじゃってて私。そう、いやいいよ、あれはいい思い出よ本当に。おもろね、おもろ。私メールにも書いたんだけどさ、ひーちゃんの卒コンのフリーでやってる時にレッスン上でアンレイムちゃんたちと一緒になって、一緒になったっていうか私たちの前の時間にその新曲のフリーレをしてて、もうみんなより先に聞けちゃったんだけど、その踊りとかその全貌を。あーもうこれもねのバチバチにかっこよくて、一番最初のもいいよね、あれも好きだけど、もうそれの10倍私は好きだった。アンレイムちゃんってアンちゃんって呼ばれてるんだ。TikTok でもちょっとショートバージョン上がったよね。あれもいいしけど、全部かっこよかった。あれも勝手に自分で覚えて TikTok やろうかなと思うぐらいかっこいい。曲が好き、楽しみだな。早く完成版を見たい、聞きたい。誰のその子、アンレイム知らない？あれ番組の名前なんだっけ？まるまる48？ん？アウトオブ、そうだ、アウトオブ48だ。ずっとねオーディション番組やってたんだよ、 AKB とその一般からオーディションで勝ち上がってきた子たちがこう勝負して、それで最終試験というかオーディションまで残った人たちで、このオーディションで受かった子たちが
こうデビューできるっていう、 AKB からと一般の子で、あ違う、なんか分からないっていう方が多いところ、もちろんねファンの人は知ってるよね。りんちゃんも出るで、りんちゃんは出なかったよね、年齢制限で。でもそれでホッとしてる自分もいたよ出演もうその権利がありませんでした。私はりんちゃんリアルオーディションとか来てる、あーでもそんなにたくさんはやってないけど、なんか大きい何かのあれとかは、まあ、合否は別として行ってますよ。でもちゃんと落ちてたりしますよもちろん。まあね、きっかけはいろいろあるからね、何かを見てもらってそれでっていうパターンもあるし、自分からこうやってオーディション受けて勝ち取ってっていうのもあるし、いろいろこうもうほんと夢のルートって感じで、いろんなね。でもなんか最近私やっぱりなんか作るとかそっちにすごい傾いてるな今は。もちろん決まっている作品もあるんだけど、その先って考えた時になんか作る書くとかそっちにまた気持ちがというかモチベーションがドゥ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 と。そうなの、私が最近やってないから、ね、あでもこの間プライベートでもやったり、まあ後でちょっと載せようと思ってるけど、そう陶芸今すっごいね興味持ってる。でも今ちょっとね のんびりやりたいなっていう感じかな。ほんと今って感じ、今この 1,2 ヶ月だけちょっとのんびりさせてっていう気持ちではある。そう、ミラモンね、今までゆいゆいと一緒に出て、まあ、4人出てたけど、これから交代になるかも、かもじゃない、なる交代になります。で私たちもこの間お鍋一緒にそう食べたんだけど、後からあれが2人で出るっていうねあれ一緒あれだみたいな感じだった。わかんない、だからこの間私それで行ってないからちょっとどうなってるかわからないけど、いつまでだろうね。でも多分卒業と同時になのかそれより早くなのかわかんないけど、多分ミラモンはと同時に
わかんない、バトンタッチなのかも全くわからないけど、私もミラモン卒業ということで多分きっとそうなると思います。優しいね。でもほんとね、いい番組だよね。わかんない、一番長かった、どうだろうね、長いのかな。今日ナレーションのお仕事してきたんだけど、そこのスタッフさんが矢作ちゃんやってた時ミラモンやってましたって言って、入れ違いだったっていう、そういうスタッフさんと出会いました。今日もうテレビでリンちゃん見えなくなる。そんなことないよ。加瀬さんも卒業、加瀬さんも卒業させられちゃった私。分かんない、でも加瀬さんはあの一応の MC なので、あのこれからも引き続きよろしくお願いしますって感じですけれど、ウィバースの代わりに。わかる、次なる移住地を探さないとね。みんなビバン見た？見て見て、ビバン見て、むしろ私の方が遅かった。加瀬さんって何やって言ってる人がいる。加瀬さんは私が MC を務めさせてもらってる、あの昭和歌謡をメインにこうお届けする歌番組になっております。今まで木曜日やってたんだけど今は土曜日やってます。BSTBS で夜の11時半から放送されております。土曜日だよ。橋休みあつこちゃんとミツマングローブさんと3人でさあ MC やってる。うん、明日だね。最近結構見てる作品増えたな。今ハリーポッターやってるけど、またハリーポッター10、多分冗談抜きで10周ぐらいしてるから、もう今は大丈夫。見たことない。それ何にかかってるの？カセゾンの方？ハリポタの方？ビバン？どれ？お、どれでもいいか。もう全部見よう。もう3つ今言ったやつ全部見よう。エイトの前世でポッターコント。ああやったね。お代理の才能が光ったよね、あれ。もうめっちゃ大好き。ハーマヨニーがハーママツだった。
浜松リオナちゃん浜松。ハリーポッターはエリーポッターだよ。え、あとなんだっけ、忘れちゃった爆笑した思い出。なんかロンがリンだった気がする凛ちゃんはグリフィンドールです。え、組み分け帽子がいる。え、私スリザリンがいいな、強さ。やっぱやるならさ、悪だよね。悪がいい私。正義のヒーローちょっと無理かも。やるなら悪がいいです。はっ、ヌル別に悪役じゃないし、悪じゃないし、正義だし悪じゃないもん、正義だもん、正義だし、悪者じゃないし。そうだよ、それぞれの正義だからないよね、それぞれの正義。なんかそんなパンフレットみたいな、ああいう感じと悪みたいな感じで上げてくるけど、安い日のあれ野望だからね、悪じゃないからね別に。正義だし。ゲトーさんは悪役、悪役、悪役じゃないもん。ゲトー様、ゲトー様は悪じゃないもん。そのさ、最近ね、薬屋の独り言っていうアニメを見てて、もうさ、そこに出てくる人士様っていう人がいるんだけど、その人もちょっとさ、ゲトーさんにちょっと似ててさ。でね、なんで私がゲトーさん好きになったかっていうと、やっぱ声がすごい好きでそれで入ったんだけど、いやーちょっと危なかったね、すごく似てて危なかった。見た時に、沼るところでした、危なかったです。なんかみんなが言うさ、なんか好きになりそうだからあえて行かないみたいなやつあるじゃん、なんかその感覚がすごく分かった。それでそう、危なかった。うん、でもなんか違うバージョンで人士様の声をやってたのが桜井さんっていうの聞いて、うわ危ないと思った。とてもこれで、そうアニメ版の方もあれだったらもうちょっとね、好きなというか推しがとても増えてしまうという、その点でとても危なかったなというね。で、あの見た目でもう桜井さんでもうそれはねえ、なんか転生したみたいな感じになってちょっとね、追いかけたくなってしまうので危なかったですね。
でもこういう話しても多分みんなついていけないだろうからあまり話さないようにしてたんだけど、こんなことばっかり考えてますよ。じゃあなんでこのアニメを見るきっかけとあれだったっていうと、おもちゃ屋さんに入って、まあ、これをこの子を見つけた時に、そう、わあグッズかわいいって思った。なんかこのアニメの主題歌、なんかちょっと待って今思い出せない名前、なんか社会科問題みたいな感じの名前の、あの絶対違うんだけどなんだっけこのアニメの主題歌なんだっけ、社会科見学みたいな名前のなんだっけちょっとなんだっけなっていう方たちがあ、それだ、緑黄色、それ緑黄色社会だ、その方惜しかったその方たちが歌ってる、その方がそう歌ってる主題歌が耳に入ってきて、なんかこの感じの音楽好きと思ったらそう、このアニメのなんか紹介みたいな V がそのおもちゃ屋さんで流れてて、なんかその曲で入った。この曲めっちゃいいなと思って、で帰ってすぐに見てみたらめちゃめちゃ面白くて、もう全部見た。アニメはやった漢字5文字やってた社会だけやってた。じゃあ20点かな。最近アニソンよくって、ああそうなんだ。ほんと？ユリーさんもハマってるの？嬉しい、仲間早速見つけた。もうすっごく面白かった。りんちゃんアニメから入る人かな？アニメからかも。そっからなんか聞き逃したところ、あれはどういうことだったんだろうとか、もしかしたら漫画原作の方がまだ端折られてない部分もあるんじゃないかとか、そういうのが気になってそっから原作も読むようになって追いついちゃって、原作先に進んでるとこ買ってっていうようにどん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 沼っていくという感じですかね。考察するの得意じゃないから、みんなが考察してるのを読むのが好き。みんな見てほしいな。アニメ好きなんですね。大好き、めっちゃ見てるよ。ハンターハンターも見てるよ。一番好きなのはジュジュスだけど、潰さないで、やだ、潰すために買ったから。ハンターハンターも全部見終わっちゃった。だからまた新しいお話が公開されるのを楽しみにしてます。キングスライムどこに売ってるの？秘密、やだ教えない。ダンジョン飯はね、それはね原作の方を読んでた私逆にアニメの方まだ見てないの。あれ本当お腹すくからやめてほしいよね大丈夫し本当に美味しそうハンターハンターは今アニメの方、
私ネットフリックスで見てて、今はねキメラント編途中で今配信終わってるね。あれいつになったら続き公開してくれるんだろう、早く見たいのに。キルアの妹ちゃん出てくるところ見たいんだけど。え、アニメってさ、団長と、ごめん本当わからない人絶対わかんないよねこの話、団長とさヒソカが戦ってるとこってやった？どこまでアニメ化されてるんだろう。やってないんだ。えー、じゃあ楽しみだねこれからアニメ化されるの。これ教えていいの？あ、でも全然原作あの最新話まで見てるから、うん全然大丈夫。ハンターハンターに関しては、あチェンソーマンもね、あチェンソーマンも2部の最新まで終えてるよ。はい、小さい頃こうやってお仕置きされた、まあ、それは私は話すのにはいいけどねえ、お仕置きした側のねえあれがありますからね言わないでおくね全然私はいいけど、そう名誉を守るためにちょっと言わないでおきます。ほんと気持ちいい、かわいい。え、1時間超えました？もうやめよう。ありがとうタイムキーパー、ナイスタイムキーパー。もうそろそろ終わりにします。今日もねお風呂でねヨッシーをね孵化させないといけませんから。いいえ、こちらこそ。やば、リファスのメインイベントって出てるいっぱいあるんだけど、いつ終わりにしよう。あれでもお風呂場すごい治安悪くなってきた。よし、大量発生これからまたみんながさあのバスボール送ってきてくれちゃったら、もう私のお風呂大変なことになっちゃう。卒業まで続くんかなあれめっちゃ増えてきたよ今。でもある限りずっとやってきますよでもあんなにやったのにさ、全然全種類出ないんだけど。まだ昨日やっと6種類。ここ何の話してるか分からないよね。あのね、あのプレゼントでファンの方がね、あのバスボールを送ってくれて、なんかやっぱなんかせっかくだからね、何が出たかちゃんと報告するかと思って毎日お風呂入る時に一個ずつやってたのよ。そしたらなんかそうお家にさ届くようになって、そしたら毎日それをやってるのがね恒例になってきちゃって、あ楽しんでるけどヨッシー以外にもあるの、カービィとか、ね、ヨッシーがメインだけど、もう結構な数やったんだけど10色あるらしくて全然ね出ないのよ。4種類出ないんだよね。1年分ぐらいあるわけないじゃない、そんな1年分はないよ。さあ
とヨシ出るかっていうね。ビーバースへの誘い、いやもうなんかもういや、もうビーバースなんかその写真送るのにやっぱり本当に最高のコンテンツだなと思うんだけど、もう今いる私が知ってるもう8割9割のそう私のこと好きって言ってくれてる人たちはもうなんか入れてるよなと思うから、なんか X とかでもさ言ってさ入ってって、あしないっていうのは宣伝を入ってっていう言うことを、そっちそっち、じゃなんかこれ以上言うその入ってって言ってあんまりもうこれは有料のコンテンツだからそういう人はそんないないと思うけど、なんか今の感じがちょうどいいのかなって私はもう卒業する身だからそんなそういうのが何かに何たくさん撮ってくれてた方がとかそういうのは全くなくて、ただ単純に自分のファンの人にちゃんと写真を画質落とさないまま高画質のまま大量に届けるのにいい場所だなと思ったんだけど、めちゃめちゃ私のこと好きな人でも多分通知うるさいと思うのよ。そうリアルタイムで送れるし、だからこれ以上はもう言わなくていいのかなと思って、このままそう私のわがままな DM を優しい目でこう見守ってくれるファンの人もこの今の状態のままでいいのかなって、もう言ったし、もいろんなとこで言ったからもういいかなと思って、そう言われると入りたくなる。やめといた方がいいよやめなやめなやめな、いいよね。なんかあれわかんないの、その更新とかさ卒業発表してる人はのやつはいつまでに取らないと取れなくなるってのがあるんでしょ。なんかそれがなんかよくわかんなくて、それがあるからなんかみんなに私のファンの人には言っといた方がいいのかなと思ったんだけど、うん、私あることにこだわってるのでちょっとまだ言えないけどさ、言えないからこんな意味わかんなく言ってたんだけど、でももういいやもう締め切りということでもう言わなくていいやと思ってる。でも今日のやつは本当にねリーバースにあげなきゃあげなきゃって思って撮った写真だからちゃんとあれなんだけどヒカルさんの販売は15日終了。あれいつって言ったっけ、3月だっけ、ヒカルさん、そんな早いの、
そういうことになるよね。おお、なんか難しいね。サービス終了が2月29日。そうなんだ。でもそれはみんなの方が得意そうだから出せるね。キングスライムとスクショタイムお願いし、オッケー、終わりだからね。もう乗らないの、丸すぎてこいつ隠れちゃうな。ほんと丸くて落ちちゃうんだよねこれ。これいける、イエイ。見えない、見えないって。父に似てないな、父に似てないな。歯が出ちゃう私、歯が出ちゃう私。これかなりブサイク、これ全然かわいくないよね。どうしたら似るのこれ。歯出すか。全然かわいくないんだけど。普通に撮ろう。かわいい。やめてよ、なんでループしてるの。やめ、ね、やだ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 、ちょっとやめて。ちょっと待って、やだ。何してたのじゃないんですけど、何ちょっと嫌なんだけど。すごい顔で固めて、ね、嫌なんだけど、絶対あげないでね、嫌だ。可愛く終わりたかったのに、どんな顔、可愛く終わりたかったのにどんな顔してたんだろう。お前のせいだぞ、もうこいつの。なんかさ、前、こいつを前にするとさ、そうなるくない？お前のせいだ。だって変な声で友達たちずっとコメントずっと見てたもん、私。私の声が届かない。いや、今日なんて Wi-Fi 切ってるのよ。なんか最初悪いって言われたところ。